皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成の滝沢でございます。トミーさんこんにちは。本日は滝沢道場の9日目ババンでございます。もう本当にもう本詰めですね。本当にもう最後の最後という感じです。今このビデオを撮影しているのは5月2日の深夜1時、まあもう3日になっちゃいましたけども、まあ、3日の午前1時なんですけれども、現在の時点でもその滝沢道場でたくさんの人がね、そのつぶやいてくれてて、もう僕としてはもうめちゃめちゃ嬉しいなという感じです。もうそんな中でね、そのね、すでにあのめちゃめちゃ今かかってきたみたいな実感がね、あの湧いてきている方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあせっかくここまで来たからにはぜひ最後までトライしていただきますと幸いでございます。本当に今までのその集大成の練習を今日はしていきます。先に言っちゃうと、あの明日のその10日目のビデオに関しては、これからなんかどういう練習をしていくかみたいな心構えみたいな話になるので、具体的な練習方法とかで、うわー難しいみたいな感じで苦しむのは今日が、最後でございます。もうぜひガッツリとついていっていただきますと、幸いでございます。それではレッツトライ。スケール練習の応用なんですけれども、前回やったそのスケール練習、これをリバースしていきます。逆にしていきます。ベレ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 って感じで登ってたんですけども、逆ベレ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 という感じで降りていきます。ちょっとやってみるとこういうこと。この何倍ソファミデでファミデドでミデドシ、3弦の12、19で4弦の12で3弦の19といったら、4弦の12、10ファミレドで3弦の9からスタートして9、4弦の12、19。こんがらがってきたならば、その紙とかあのメモを取りながらあの練習をしてみてくださいませ。そのバーッと2本線引いて、この数字を書いていくだけでも全然わかりやすくなると思うので、12、19とかって感じでその数字を書いていただきますと幸いでございます。そんな感じで、バリ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 と、ときめき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 と、降りてくるフレーズを弾くのが、今日の9日目のスケール練習応用でございます。まあ、本当簡単にちょっとそれだけなんですけれども、気をつけていただきたいことがまた一つあって、アウトサイドピッキングとインサイドピッキングっていうのをちょっと意識していただきたいんですよ。前回、その8日目のスケール練習の時にもそういう要素はあったんですけれども、この9日目の方が難しいとされるこのインサイドピッキングという要素が増えております。どういうことかと言いますと、この3弦と4弦がありましたと。4弦と3弦がありました。で、この4弦をダウンで弾いて、3弦をアップで弾いて、4弦をダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。こんな感じでそのピッキングしていくのをアウトサイドピッキングとか言ったりとかするんですよ。外側から弾いて、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 こんな感じで。これがそのアウトサイドピッキング。で、ちょっと難しいって言われているインサイドがこれの逆のピッキングなんです。4弦を、あ、じゃないや、3弦をダウンしたら、ここから、ベーンといったら、戻る感じでアップする。4弦を、3弦か。ん ?4 弦か。4弦をアップ。で、3弦をダウン。4弦をアップ。こんな感じで、内側から弾いていくのをインサイドピッキングなんて言ったりとかするんですけども、このインサイドの方が難しいと言われております。で、実際にこのスケール練習の応用の方に入っていくとすると、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ここの1ときめきの、ときめきのところ、このめきのところがインサイドやってるんですよ。ときめき、とき、ダウン、アップと。3弦をダウンして4弦をアップ。ときめき、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 めき。このメキだけ、トキ、メ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 キ。弾いてみると何とか分かるかと思うんですけども、なんか弾きづらい感覚があると思います。やりづらいというか、
なんかこの遠回りをしなきゃいけない感じっていうんですかね。でもこれをそのリズムを崩すことなく、そしてその音色とかをあんまり変えることなく、ノイズを出すこともなく、しっかりとこうメキ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 と弾いていきたいと。トキメキで、トキメキ、トキメキ、2、トキメキはいいんですけども、3、トキメキの時にまた、トキ、トキがまた、インサイドになると、トキメキ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 のところがインサイドになります。こんな感じでそのペケ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 と、しっかりとこのスケール練習していただけると幸いでございます。ちょっと僕も今何回かそのベベとかのノイズが乗っちゃってるんですけども、なんかそのピッキングを失敗するとそのね開放弦が弾いちゃったりとかしてしまいがちなので、ミスピッキングをしないようにしっかりとこうときめきときめきときめきと、このクリアの音を弾けるように練習していただきますと幸いでございます。で、この、リバーススケール練習に関しても、目標としては一弦連打練習ができる BPM という感じです。皆様がもし一弦連打練習を130で弾けるようでしたら、このリバーススケール練習を130で弾けることがまずの目標という感じです。そんな感じでこうね、1回目にやった、前回やったそのスケール練習をその逆にするリバーススケール練習が本日の9日目の課題という感じです。今までやってきたそのピッキングとかフィンガリングとかそのあのクロマチックの練習とか、まあ、こういったものの、そのすべての、この集大成と思っていただいて差し支えございません。なのでそのなんだろうな、言ってみればその今までその一元な練習したりとかパタパタ練習してきたりとかしてきたんですけども、このリバーススケール練習だけもひたすら繰り返していれば そのそれぞれの要素の練習にも兼ねるんで、あの本当も極論しちゃえば毎日毎日このリバーススケール練習するだけで全然 OK です。まあ、それぞれそのピッキングの練習もフィンガリングの練習もね、あのミュートの練習もあの全部つながってくるので、もうひたすらこれを繰り返すという感じでも全然 OK です。まあ、逆にそのリバース練習がちょっとさすがにまだ難しいぜ、これなかなかついていけないぜという方は、今までやってきた練習をこのコツ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 と積み重ねていただくのも全然 OK です。けど今のこのリバース練習ができるようだったならば、もうひたすらこれを繰り返していただくだけでも全然、実力がアップしていくかと思いますので、よかったらあのひたすら、ひたすら繰り返していってくださいませ。だんだん、このピッキングのコントロールとかが上手くなってくるかと思います。でもまたこうね、あのさっき言ってたそのインサイドピッキング、その難しい方のこの内側からのピッキングをしようとしたときに、またこうね、力が入っちゃったりとか、そのね、その体勢が悪くなっちゃったりとかしてしまいがちなので、いかに楽に弾けるかをひたすら意識しながら練習をしていただきますと幸いでございます。そんな感じで9日目に関してはリバーススケール練習という練習方法でございました。またこうねめちゃめちゃ難しくなってくるんですけどもね、あの頑張って練習していただきますと幸いでございます。それではまた明日、いよいよ最終日でございます。10日間ほんまにお疲れ様でございました。本当にお疲れ様でございました。明日はね、その具体的な練習方法、うんたらかんたらではなくて、これからどんな練習をしていけばいいか、そんな話をさせていただこうかなと思いますので、まあ、一元な練習とか、パタパタ練習とか、もしくはそのリバーススケール練習とかをしながら、動画を見ていただけますと幸いでございます。それではまた明日の夜6時にお会いいたしましょう。恒例ではございますが、最後に、私、滝沢勝さんにツイッターなどをやっております。TIKAJAWA 滝沢という名前でツイッターなどをやっておりますので、もしよければフォローしてみてくださいませ。それではまた明日の夜6時にお会いして、滝沢道場を終わりにしましょう。それではまたバリバリと練習を続けてみてくださいませ。さよなら、バイバイ。